広島市内のデパートで浴衣の販売が始まっています。今年は少し古典的な柄に注目が集まっています。今年も浴衣の季節がやってきました。私も着させていただいたんですが、いかがでしょうか。とっても気持ちが高まりますし、自分でコーディネートしたんですが、浴衣のおしゃれって楽しいですね。中区のそごう広島店では、浴衣の着始め祭り、東華さんの1ヶ月以上前のこの時期に毎年販売を始めています。古典的な花柄が定番ですが、今年はこんな柄も注目を集めています。こちらにございます。こういった感じの、はい、ちょっと本当にまたシックですよね。モダンな印象の幾何学模様の浴衣は、帯の色を変えることで印象がすっかり変わります。また扇子や手ぬぐいなど小物でアレンジするのもおすすめ。実際にワンポイント加えてみました。ちょっとなんかこなれ感が出たような気がします。アクセントにもなる小物の選び方とは。差し色という意味で、はい、帯と浴衣の色合いに一色を足すという意味で選んでもらえればと思いますので、はい、近年はコロナ禍で祭りやイベントの中止が相次ぎ、浴衣を着る機会が減っていましたが、今年は売れ行きに期待がかかります。これから広島の街ではもう東華さんやフラワーフェスティバルといったお祭りが控えているので、そういったシーンで浴衣を着用していただきたいなと思います。そごうでの浴衣の販売は8月7日までです。